ジェネット・カーンはアメリカンコミックスの編集者、経営者。1976年に発行人として DC コミックスに入社し、5年後に社長に就任した。1989年に発行人の地位から降り、社長を兼任しながら編集長を務めた。DC には26年間務め、2002年に退社した。ボストンで育つ。父親はラビだった。兄、ー・カーンは、 シンガーソングライターで活動家でもある。カーンは熱心なコミックファンで、両親もそれを後押しした。特に好きだったのは、バットマン、スーパーマン、リートルルル、アンクルスクルージ、アーチーだという。ラドクリフカレッジで美術史の学位を取得し、卒業後は若年向け雑誌3誌を創刊することになった。最初のキッズは、 全面的に子供によって執筆される子供雑誌であり、薬物乱用、多様性、動物保護、環境問題などが題材とされていた。2番目に相関したダイナマイトはスカラスティック社に大きな利益をもたらした。ゼロックスエデュケーションのスマッシュがそれに続いた。1976年2月2日にナショナルピリオディカルパブリケーションの発行人に就任したとき、 カーンは28歳だった。ナショナルはワーナーブラザースの一事業部で DC コミックスのブランドの下にスーパーマン、バットマン、ワンダーウーマンなど5000人以上のキャラクターを用していた。その頃、ワーナーパブリッシングではナショナルのコミック出版事業を縮小してライセンス管理を主業務にする計画があったが、ワーナーにヘッドハントされたカーンはそれに反対し、 ナショナルの経営に参加することになったのだった。歴史のある業界に外部から送り込まれた若い女性に対しては反発もあった。ナショナルの社長を務めていたのはソル・ハリソンだったが、カーンは2012年のインタビューでこう述べている。ソルとはそれほどいい関係を築けたとは言いにくいです。ソルは私が入社したことに誰よりも腹を立てていました。 その経営トップの地位は自分に与えられるのが当然だと思っていたのです。1981年2月にハリソンは退任し、カーンが社長となった。ワーナー社の事業部の長となった中で最も若く、初の女性だった。カーンは自身の新しい方向性を打ち出すため社名を DC コミックスへと正式に改名し、社名ロゴもパッと目につく、新しいものに変えた。 ミルトン・グレイザーがデザインしたロゴは DC バレットという通称で呼ばれた。さらに、作中世界に並存している各種のキャラクターをもっと相互に交流させるため、個々の自治権が認められていた編集部の中央集権化に乗り出した。制作スタッフのアイデアを認可するシステマティックな制度も整えられた。これによって、再産性の高いタイトルを残して、 出版点数を減らそうとしたのである。また同時に若い作家を起用して、コンテンツに活気を取り戻そうとした。マーベルコミックスの主力作画家、ジョン・ビュッセマの引き抜きには成功しなかったが、同社の大物、ライタースティーブ・エンゲルハートは獲得することができた。カーンの任期の後半には、マーベル編集長ジムシューターの下を離れようとして、勧誘を受け入れるクリエイターが多く、引き抜きは、 容易になった中には、ロイド・ドーマス、ジーン・コーラン、マーブ・ウルフマン、ジョージ・ペレスのような大物もいた。カーンは1978年に DCX プロをジョンと銘打って、新タイトル軍の送還とページ数の増加を試みたが、同年のうちに業績悪化を招いた。この天末は DC インプロ、ジョンと呼ばれた。その後もカーンは年代末から年代を、 通じて、編集者で副社長のポール・レビッツと編集長、リック・ジョルダーノとともに、DC の改革を進めていった。当時の水準より、高価な1ドルのダラーコミックスや、より柔軟な作家の起用を意図した、リミテッドシリーズの刊行はその一つである。またカーンは、クリエイターの権利を拡大した。出版界で古くから認められてきた、印税制は、 当時のコミック界では一般に行われていなかったが、カーンは商業的に成功した作品の作者に利益が配分されるようにした。職務著作契約が常識であるコミック界ではあまり見られない措置だった。1989年に社長と兼任で編集長の座につき、発行者の地位からは降りた。1993年にはカーンの統括のもと、 大人向け作品のインプリントであるバーティゴやマイノリティ作家による人種的多様性を重視した作品ラインであるマイルストーンメディアが立ち上げられた。後者は数年にわたって観光が続けられ、中でもスタティックショックは WB のテレビネットワークでアニメ化された。カーンは DC 社の古典的なキャラクターの再創造が成功裏に行われた時期のトップとしても認められている。 ジョルダーノは自分が知る限りカーンがクリエイターに編集上の制限を課したことはなかったとコメントしている。カーンのリーダーシップにより DC は主力タイトルで家庭内暴力、性的思考、銃による暴力、ホームレス、人種差別、エイズなどの問題を扱い題材の限界を押し広げていくことで知られるようになった。ただしこの編集姿勢の例外として スワンプシング氏で主人公がイエス・キリストと出会う号がカーンによって観光取り消しとなったことがある。この時原作、作画のリックビーチは検閲への懸念を表明して自ら降板した。カーンはもともと圧倒的に男性社員が多かった DC 社の多様化を主導し、自身の退社までに従業員の半分近くを女性とした。カーンは2002年に26年間務めた DC を さり、映画プロデューサーに転身した。D.C. 退社後は、アダム・リッチマンと共に、映画制作会社ダブル・ニッケル・エンターテインメントを、設立し、共同経営者となった。ダブル・ニッケルの映画第一作は、リチャード・ギアとクレア・デインズ主演、アンドリュー・ラウ監督の、消えた、天使。第二作は、クリント・イー・ストウッド監督、主演の、グラントリノである。その他にも、 芸術文化団体のイグジットアートや、ハーレムステージの理事、またウィル・ティジョーンズ、アーニー・ゼイン・ダンス・カンパニーの顧問を務めている。在会で活躍する女性による、会員組織、200人の会の創設メンバーでもある。2002年には、初の著書インユア・スペースが美術書出版社アブビル、プレスから出版された。カーンは2000年4月に、アメリカの文化遺産への多大な貢献により、 英国議会図書館、リビングレジェンド賞を作家と芸術家部門で受賞した。2010年7月にはインクポット賞を受賞している。薬物乱用、対人時代、銃による暴力への意識向上に貢献したことで、時の政権や官庁並びに国際連合から称えられている。カーンはワンダーウーマンの生誕40周年を記念して、ワンダーウーマン財団を設立した。 同財団は最初の3年間の活動で様々な分野の女性40人以上に35万ドル以上の助成金を交付した。ありがとうございます。